どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆこれです。今回なんですけども、超高速周回できる、クレイマンの周回編成ですね。バレンタインのを使った周回編成と、あとコロシアムの編成も紹介していこうと思います。クレイマンは絶対取ってほしいんで必ずやってほしいのと、コロシアムは黒メダル初クリアでもらえるのでぜひやっていただければなと思います。まずはもう早速クレイマンのね、高速周回編成から紹介していこうと思います。バカ早いんでおすすめです。編成こんな感じです。リーダーノアです。スキブにリダチェン耐性つけてあげて、プルドス継承ですね。たまらないスキルブースト武器で OK です。でシズ、スキブに上限解放遅延2つにこちらハイボール継承です。でカラノノアです。遅延4つつけてあげて、スキブにこちら、でんライル武器継承ですね。はい。でノアです。スキブに上限解放つけてあげて、アマテラス継承ですね。からのヘラです。こちら潜在自由で白ひげ武器継承で、ラストグリコ超つなげ七円4つに弓と矢継承って感じです。まあ実際にこちら使ってまずはやっていきましょう。さあ1階層からです。呆れた。フレンドグリコまず使いましょう。対魔法戦が全然なってないじゃないの。フレンドグリコからのリーダーノア使います。はい。でもこれでずらしてあげてワンパンしていきます。はい。このままワンパンで突破していきましょう。落ち込んだしばっちなんでずらして倒しきれます。さあ2階層です。2階層はノア使いましょう。まずはい、ここ根性で耐久してあげてノア使います。はい。ハイウォール使います。はい。ライル使います。アマテラス使います。はい。でずらしていきましょう。まずこれでずらしてあげて削り、はい。でからのリーダーノア使って突破していくという感じになっております。はい。ここだけ2パンですが、まあこれでしっかり倒しきれるんで OK です。このまま突破していきましょう。12コンボで突破です。さあ続きまして3階層です。3階層もう1回ノア使います。はい。ここもしっかり根性で耐久でからのノア打ってあげてずらしていきます。12コンボ組んであげて倒していきましょう。突破です。さあ続きましてボス。ボス階層はまずシズ使いましょう。はい。ここシズ使ってあげてシールド破壊からのノア使います。これでシールド破壊、ノア使ってあげてずらしていきましょう。もうこのクレイマンアホほどダメージ高いんで、フレンドグリコを利用して根性耐久していくってことだよね。はい。これで倒していきます。そしたらラストボス階層です。ボス階層はノアからのヘラに使っていきましょう。違うヘラからのノアに使っていきます。はい。これで無効貫通からのグラビティからのずらしって感じですね。こうしてあげることでボス階層も無理やりワンパンすることができます。はい。上限7兆分も含みながら突破していきましょうという感じの編成でした。はい。こういう風にやってもらえればですね、めちゃくちゃ簡単にですね、クレイマン周回できます。タイムに関してもまあ早くて1瞬2分ぐらいで周回できますので、めちゃめちゃおすすめな編成になっております。はい。まあという感じがね、クレイマンのノア周回編成でした。さあ次コロシアムいきましょう。さあ続きましてコロシアム周回編成です。リーダーゴブタ、全パラ無効貫遅延2つにアポロ武器継承ですね。はい。でからのアマテラス、10強上限解放にチェルン継承で、からのクシナダ、超つなげ上限解放に魔鉱石継承です。今現在テンスラコラボの虹メダル5枚で交換できます。はい。でノルディス、7強上限解放にパンネロ継承の、こちら、ジャージ継承のこちらマムの手配所継承って感じになっております。まあこちらもね、コロシアムめちゃくちゃ簡単に周回できて超強い編成なんで、実際に使っていきましょう。ごめん、ついでに代用も話していくと、アポロに関してはヘイストプラス光追加武器なんで、アダルマン、マリエル、ヘラダラトが使えて、パンネルジャージマムに関しては自動回復武器ということで、エリ、ゴメちゃん、シナモロール、ジャンヌ、品津川等が使えるという感じになっております。まあ、実際にねこちらも使っていきましょう。まず1階層からです。ノルディス3枚進化していきましょう。はい。ノルディス3枚使ってあげて、でゴブタの裏使います。はい。でクシャナの裏使ってあげてノルディス使いましょう。
これでずらしてワンパンしていきます。バッチも落ち込んだしバッチなんでかなり高速で周回していきます。突破、まあ、リーダーとしてはコブタもめちゃ強いですね。はい、で2階層ノルディス使いましょう。ちなみに結構テンセラ殺し屋は長めのダンジョンなんで一周結構かかります。5分ぐらいかかるのかな、結構長めですね。はい、ワンパンです。まあシンゲリラが来たりしてね、あんまりもうコロシアムの価値っていうのは落ちてきてはいるんですけども、初クリアで黒メダル取られるのがバカでかいので、もう黒メダル要因だけでもやる価値はあるかなと思います。はい、チェルン使ってあげてからノルディス使ってあげてずらしていきましょう。チェルンノルディススラッシュでワンパンしていきます。はい、ニコンモカさん含めの突破です。さあ続きまして4階層です。4階層はノルディスからの2パンしていきましょう。ゲルド硬いんで2パンです。はい、まず一発スラッシュ、これで15コンボで1回削ってあげてノルディスもう1回使ってずらしていきます。はい、ここは2パンしていきましょう。無効貫通はスキル発動してますので、このままチェルン武器の無効貫通継続で倒しきっていきましょう。17コンボで突破です。はい、倒していきます。で5階層です。5階層はゴブタで覚醒無効回復からの軽減ループ開始、ノルディス使ってあげてずらしていきます。ここからゴブタのね軽減ループ生かしつつノルディスの自動回復で対応していくって感じです。はい、ワパーン、魔鉱石もあるんでね、2万2000枚ターン回復してくれますね。でここはノルディス使っていきます。ここから10階層までは思考停止ノルディスのターンです。はい、何も考えずノルディスずらすだけで大丈夫です。はい、ここもこのままワンパンしていきましょう。突破です。では続きまして7階層です。7階層もノルディス打ちます。はい、ここだけちなみに2パンなんで2パンで倒していきます。はい、さあここもこのまま倒していきましょう。はい、2パン突破です。さあ続きまして8階層です。8階層もノルディス使ってあげてワンパンしていきましょう。思考停止ノルディスができるのはマジで楽でいい。では続きまして9階層です。9階層もノルディス使います。はい、ここもゴブタの軽減ループのおかげでしっかり耐久できます。これでワンパンしていきましょう。さあ続きまして10階層です。ここもノルディスでワンパンしていきます。はい、これでトーパー。さあ続きまして11階層です。私はただ一人のドラゴノイドにしてデストロイの二つ名を持つ魔王ミリムナーブだぞ。でアマテラスからのノルディス使いましょう。ミリムって最古の魔王なんだな。こいつが一番昔の魔王なんだね。なんていうの、まあとにかく格式が高いんだな。で12階層はクシナド使いましょう。コロシアムボイスついてんのめちゃくちゃすごいなこれ。今更だけど原作になくない、このセリフあるのかな。あ、原作ってなんていうの、あのあっちね、あの普通のキャラの方ね、普通のキャラにあんのかな。まあでもこれでしっかりずらしていきましょう。14コンボです。16コンボ組んで、さあこれで突破していきましょう。もうという感じの編成ですね。もうノルディスずらしてるだけでめっちゃ簡単に周回できます。報酬はこんなもん、まあまあじゃない。スタミナ99なんで、まあ裏千住はやりたくないけど報酬は欲しいぐらいの人はここもあるのもありなのかなと思うし、枠解放もついてくるんでね、二次メダル不足の人はぜひ周回してみてください。まあ、ということで今回ですねノルディスを使った周回編成の方を紹介する動画でした。ぜひよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。